日本刀を振り抜くような鋭いスイングから放たれる弾丸ライナーでファンを魅了した男、清水貴之。今回は巨人というエリート軍団の中で天才的な打撃技術で逆境を跳ね返してきた清水貴之のキャリアを振り返ります。東京都足立区で育った清水は、兄の影響で小学1年生から野球を始めると、小学生時代に全国準優勝を経験。当時から野球が好きという感情は全くなかったといいますが、究極の負けず嫌いだった清水は、中学卒業後に強豪浦和学院で野球を続けることとなります。高校では通算20本のホームランを放ちますが、甲子園出場とはならず、野球は高校でやめようと思っていたといいます。ただそれでも高校の監督から東洋大学のセレクションを受けるように言われ参加。セレクションでは目覚ましいプレーを披露したわけではないと本人は言いますが、セレクションに合格し東洋大学に進学します。大学入学当初は2軍でレギュラーメンバーの球拾いをする日々。そんなある日、オープン戦のベンチに入るように監督から言われると、その試合でホームランを放ちます。そこから1年秋にレギュラーを獲得すると、最終的に東都大学リーグ通算78試合に出場し、打率2割8分1厘、ホームラン6本、打点46でベストナインを4回獲得。そして4年時にはユニバーシアード日本代表として活躍を見せると、1995年のドラフト会議で巨人から3位指名を受け、プロ野球人生をスタートさせます。1年目はキャンプ、オープン戦で結果を残し、開幕1軍入りを果たすと、この年は規定打席にこそ届かなかったものの、107試合の出場で打率2割9分3厘、ホームラン11本、打点38という成績を残しました。翌97年シーズンは7番レフトで開幕スタメンの座を勝ち取ると、規定打席に達し、打率3割飛んで4厘、ホームラン12本、打点36と打率を3割に乗せる活躍を見せたのでした。翌3年目の98年シーズンは清水にとって転機の年となります。この年はスーパースター高橋由伸が入団した年でもあり、高橋の打撃を見たときに究極の負けず嫌いだった清水でさえも、これは勝てないと思ったといいます。またこの時の巨人の外野には松井秀喜もいたため、空いている枠は残り一つ。この枠を勝ち取るためにはどうしたらいいのか、それまでただがむしゃらに練習をしていた清水は、プロで生き残っていくための道を真剣に考えながら練習するようになっていきます。そして監督の長嶋が攻撃的な2番打者を求めていたこともあり、清水は2番打者として生きていくことを決め、長打ではなく打率3割超えを意識するようになりました。すると98年シーズンは2番打者として打率3割飛んで1厘、ホームラン13本、打点52で2年連続の打率3割を記録します。その後2000年シーズンは打率2割7分1厘と3割を切りましたが、主に2番打者として出場したこの年は規定打席到達かつ併殺打0という記録を残し、チームのリーグ優勝、日本一に貢献しました。それから長嶋の後を継いで原が監督に就任し、迎えた2002年シーズン、この年清水はチームの中で1番打者の役割を求められるようになりました。ここでも1番打者として生きていくためにどうしたらいいのかを考えた清水は、打って出塁することを1番に考えるようになります。そしてたとえ三振、凡打をするにしても簡単には終わらない、チームを勇気づけられる打席を多くする、そう決意しシーズンに臨みます。するとこの年は1番打者として138試合に出場し、打率3割1分4厘、ホームラン14本、打点58という好成績を残すとともに、安打数も191本を積み重ね、最多安打を獲得。そしてチームのリーグ優勝、日本一に大きく貢献しました。翌2003年シーズンも中日との開幕戦で川上憲伸から先頭打者ホームランを放つなど、幸先のいいスタートを切りましたが、肉離れなどの故障があり、規定打席には届かず、打率2割4分と成績を落とすシーズンとなりました。そして原に代わり堀内が監督に就任し、迎えた2004年シーズン、上昇を義務付けられた巨人はこの年近鉄からタフィーローズを獲得するなど、清水のレギュラーは確約されていませんでした。そんな中で開幕戦から2番レフトで出場すると、最終的に135試合に出場し、打率3割飛んで8厘、
ホームラン16本、打点60の好成績を残したのでした。翌2005年は、前年センターを守ったタフィー・ローズがレフトとして起用されることになっただけでなく、センターとしてゲーブ・キャプラーが入団したため、清水はファーストの練習に本格的に取り組みます。ただ、ファーストには清原和博がいたため、開幕スタメンを勝ち取れず、4月は控えに回されます。しかし、キャプラーが打撃、守備ともに精彩を欠いたことで、4月後半からレフトで出場するようになると、最終的に規定打席に到達し、打率3割、ホームラン15本、打点50と、2年連続打率3割を記録したのでした。原が監督に復帰し、迎えた2006年シーズンは、開幕戦に1番レフトで出場。すると、6月3日の西武戦では、サヨナラホームランを放ち、翌日の4日は初回に相手先発の西口から先頭打者ホームランを放っただけでなく、同点の9回にはサヨナラ犠牲フライを打ち、2試合連続サヨナラ打を放つという活躍を見せました。しかしその後は打撃が低迷し続け、打率2割近辺を上下するほどの打撃不振から抜け出せなくなってしまい、2軍に降格。結局この年は打率2割1分6厘、ホームラン6本、打点20という過去最低の打撃成績に終わりました。翌2007年シーズンは怪我もあり、開幕1軍を外れ、1軍に復帰した前半戦も不調に苦しむこととなります。ただ、後半戦は徐々に調子を上げ、少ない打数ながらも打率3割3分9厘を残し、チームの2002年以来のリーグ優勝に貢献しました。この年の後半、完全復調を果たしたかと思われた清水でしたが、翌2008年シーズンは2軍暮らしが長くなり、1軍でも代打での起用がメインとなると、打率1割4分3厘と落ち込み、翌年からは自ら志願し、西武でプレーすることとなります。西武の一員として迎えた2009年シーズンは、開幕戦に7番指名打者で出場し、3打数3安打と起用に応えますが、その後は結果を残すことができなくなっていきました。そしてシーズン途中でチームに貢献できる打撃ができなくなってしまったと、清水はこのシーズン限りでの引退を表明し、14年間のプロ野球生活に幕を閉じました。日本プロ野球通算14年間で1485試合に出場し、通算打率2割8分9厘、131本塁打、488打点、1428安打という成績を残した清水貴之。1428安打が輝かしい成績であることはもちろん、スター軍団の巨人で熾烈な競争を勝ち抜いて残した数字だからこそ、より大きな価値があるのではないでしょうか。清水は10年以上プロ野球でプレーできた要因として、松井秀喜と高橋由伸の2人の存在が大きかった。そしてこの2人がいたからこそ自分の生きる道を模索できたといいます。打撃センスで勝つことを諦めましたが、プロの世界で生き抜くことは諦めなかった清水。自分の成し遂げたいことさえはっきりしていれば、諦めることは決して悪いことではない。一つの物事を諦めても、自分が決めた道をとことん極めれば道は開ける。そう清水貴之の野球人生が教えてくれているのではないでしょうか。それでは今回の動画がいいと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。